皆さまこんにちは私人文社会系研究科文学部の村本と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします 私の専門は社会心理学というもので、その中でも特に個人と集団の関係であるとか、または集団や、もう少し大きな意味での共同体の中で形作られている文化、文化的な慣習がどのようにして人々の間に受け継がれたりするのか、または異なる国や地域の人々の間で、文化の違いというものがどのようにして生まれてくるのか、そういったことに関心を持って研究を行っています。 で社会心理学の研究テーマは、えー、とそのようなことに限らず、さまざまな意味で、私たちの日常の社会生活と深く関わっていますので、今日のお話の中で、あの少しでも皆様に、そのようなあの、えー、感覚を伝えできたらなというふうに思っております。 今日のテーマ、空気ですが、これはまあ、あの古くから人々の関心を呼んできていますし、また、最近になってもいろんなところで話題になる、そういうタームであるというふうに思います。1970年代に発行された山本七平氏の空気の研究という本は、今もまあロングセラーになって、名著と言われている一冊ですし、また2000年を過ぎてからも、特に若者の間で空気を読むというようなことに関しての、 非常にあの感覚が鋭くなっているということがマスコミで取り上げられたりもしました2007年には KY 皆さんのご記憶にもある言葉かと思いますが空気を読まないという意味の略語これが流行語大賞の候補になったりというようなことも起こりましたそのような意味でまあ、空気というのは私たちにとってかなり関心の深い問題であるというふうに言えると思います で空気を読む能力というのは、私たちが社会の中で協調的に生きていく上では、とても大切だというふうに言われていますけれども、その一方で、まあ、空気を読みすぎるというか特、特有の空気にとらわれすぎるということの危険を指摘するような声も、さまざまな形で上がっています。で、私たちはこの空気というものを、まあ、暗黙の規範として捉えて、研究を行っています。 でこれはどういう意味でかと言いますと、まあ、空気というのは私たちまあ自身が、えー、社会生活他者との生活を営む中で自分たちで作り出しているものでありますけれどもそれでありながら知らず知らずのうちに、えー、自分たちが作ったはずのこの空気にとらわれて縛られてしまう、まああのえー、意図せるせざるにかかわらず知らないうちにそれが規範となって私たちの心理や行動を縛ってしまうそういう意味です。えー あの機能を持つものだと思いますでこの正体は一体何なのか、で特にたとえ集団のメンバーの多くの人が望んでいない空気であっても、それが容易には打ち破れないというようなことが時として起こってしまう、それがなぜなのかというふうな問題について、今日は少し考えていきたいというふうに思います。 でお話の流れが4つぐらいのことを考えていますが、まずその最初にですね、多数派への同調という現象について、社会心理学の古典的な知見を紹介するところから始めたいと思います。まあ、皆様のの手元のパンフレットにも、この実験については、簡単な図を入れてご紹介をしているところです。アッシュという人が、ソロモン・アッシュという人が1950年代に発表した、 社会心理学のクラシック、古典的な実験です。お聞きになったことがあるという方も、もしかすると少なくないかもしれません。これは、えっと実験室にですね8名の実験参加者の人に集まっていただきまして、それでまあ0分の長さ当て課題という、まあ、簡単な課題をやってもらうというものです。でで具体的にはですねこのの画面の えっとこちら側ですね左側のところにある1本の線分これ標準刺激というんですけどこれを見ていただいて反対側にある3本の線分これ比較刺激といいますがこの3本の線分のうち標準刺激と同じ長さのものを選んでもらうそういう課題ですでまあこれだと B が正解ということになると思いますこのように普通であれば99%のの 確率で正解できるような優しい問題を出すんですけれど、しかし、8人集まった参加者のうち、ほとんどの人が、実はあらかじめ実験者の方でお願いをして、わざと間違った答えを言うように頼まれている、いわゆる桜の人たちであったという状況です。で、このような状況で、自分の前にですね、次々と桜が、私は C だと思います。 私もそう思いますというふうに言うものを聞いた後で、さて、えー、本当の何も知らされていない被験者がどのように振る舞っただろうかというのが、えー、アッシュが見ていた事柄でした。と、その結果、えー、全体のですね、えー、思考のうちの32%で多数派の同調が起きた。例えばこの例で言えば、B と答えずに C というふうに答える。えーあの 同調すると参加者がたくさん出てきたということが基本的な発見でした。で、このことを多数派に対する同調というふうにアッシュは理解したわけです。で、この結果をベースにしまして、アッシュはいくつかの観点でさらに検討を続けました。で、その一つ注目ポイントが集団のサイズ人数です。で、二人とか三人とか、まあ人数を変えながら繰り返しこの実験を行ってみたところ、こういう結果でした。 多数派が2名になったときに同調が現れる、つまり3名グループで、自分の他に2名の人が間違えたときですね、それで同調が現れて、多数派の人数が3名以降になると、だいたい同調率は安定する、多ければ多いほど、より一層同調が高まるというものでもありませんでした。これが1つ目のポイントです。2つ目のポイントは、この大半の参加者と書いてあるところにまあ鍵があります。つまりは、味方がいるかいないかということです。 でこれまたあらかじめ依頼をしておいて、えっと、その本当の参加者以外にもう一人、正解を続ける人があらかじめいた場合ですね、そういうふうな人を配置しておいた場合には、誤答率というのが5.5%、32%だったものが、極端に減るという、同調が起きにくくなるという、そういうふうなことが分かりました。で以上を踏まえると、亜種のパラダイムであの、こういうことが言えます。 1>, 1つ目は、多数派に従わずに正当する他者が自分以外に8名の中に1人でも含まれていれば、同調率は極端に低下したということ。逆に言いますと、多数派が全員一致して、自分以外の人が一致して誤当するということの効果はかなり大きいものでした。で具体的には、8名の集団で、多数派が6人いて、味方、賛同者が1人いるという場合と、 3名の集団で多数派が2人で味方はいなかったという場合では後者の方が同調率が顕著に高くなるというふうなことが分かったわけです。で、まあこのような現象をまベースにしまして、まあ、多数派に対する同調ということが私たちのまああの集団生活の中で起きやすい多数派であることから。 受ける無言のプレッシャーのようなものについての研究が続いてきたわけですが今日はそのことを踏まえた上でもう少し進めて一歩進めてこの同調という現象が社会現象としてどのように理解できるのかというところまで話を進めていきたいというふうに思います社会現象としての同調っていうのは具体的にはどういうことをお話ししようと思っているかを説明します でアッシュの実験の場合はあらかじめ実験室でですね、まあ、実験者研究者が多数派がこのような行動をするということを決めておきましてその中に放り込まれた本当の参加者の人がそこから受ける影響のプロセスというものを見た個人が、えー、他の社会の側から受ける影響過程を見たものですけれどしかし私たちの社会生活の中であの生まれてくる空気というのは必ずしもそうではない。 つまり自分のいる場に初めから備わっていてでまあ明示的な例えばルールや規則のように人々に対して抗いようのない一方向的な影響を及ぼすようなそういう外界の刺激ではないでそうではなくて私たち自身が作り手でもあってしかし影響を受けるまあこういうあの現象として同調というものを捉え直したいということを考えました。そのあの考え方を理解するる上で、ししばしばえっと引き上げ出されるのが、 裸の王様の話です裸のの王様の話を使って、そっとこのことを説明したいと思います。アンデルセンの童話ですので、これまた皆さんご存知の方が多いかと思いますが、あらすじだけちょっと振り返っておきます。王様がいまして、この王様のところに、2人組の仕立て屋がやってきます。で、えー、いわく、愚か者の目には見えない、不思議な記事がある。その記事で私たちは衣装を作りましょうというふうに申し出ます。 王様はおしゃれな人で、喜んでこの仕立て屋を雇うんですけれども、しかし、仕立て屋が出来上がったと言って見せる衣装が王様の目には見えない。で、王様は困るんですが、そのことをまあ言い出せません。で、家来たちも、みんな、見えていない衣装に、おほほさま素敵です、というようなことを言ったりします。で、そのまま王様はその衣装を着て、町をパレードします。 町に集まった市民たちもみんな王様が何も着ていないように見えるなと心の中では思いながらもそのことを誰も言い出さずに素晴らしいと言って拍手をして王様の衣装を褒め添やすまあこういう現象が起きてしまうそういうお話ですでこのお話の中でその一人一人の登場人物というのは個人的には王様は裸だと思っているんだけれどもしかし周りの大多数の人がそう言わないので だから自分だけそれを言い出すということができずに、まあ、いわば周りに同調している、非常に受け身的に周りに任せて反応しているに過ぎないわけですけれど、しかしこのことだけを考えていると、なぜ実際にこのパレードした街の中で、誰一人王様が裸だと言わないという現象が、社会現象としてどうして生じたのかということの説明としては不十分になってしまいます。 初めから「王様の裸であることを言ってはいけない」というお触れが立ってたわけではないのでなぜそうなってしまったのかということを考えなければいけない。でその時の,、まああの大事なポイントの一つが、えー、そこの中にいる一人一人はですねお互いに他者の行動を手がかりにして自分の行動を決定している。つまりは、 自分自身が他の人の行動を見てそれに従って自分が行動したと思ったその行動が今度はまた別の他者に観察されてそれでその他者の意思決定の原因にもなっているというそういう状況が生じているということです。でこれはつまり人々の間に相互規定関係どこかに原因があってで誰もがその原因から影響を受けたというだけじゃなくて自分自身が今度は影響になってあ影響のもとになって それでその集団全体の空気を形成する規定にもなってしまう、お互いが相互規定関係にあるということ、これがまあ個人がのレベルで同調、他者への同調がどうして起きるのかということを超えて、その集団全体の中で同調の空気を生まれさせるような集団特有の創発特性として捉えるべき問題だろうというふうに思うわけです。 で実際にこのようなことが私たちが暮らしていく中でですね時々起こってしまうということが問題になります。でこういうあの状況によって起きる現象のうちですね特に私たちが注目しているものが多元的無知もしくは集合的無知と言われている現象です。 すごくあの堅苦しい耳慣れない言葉だと思うのでこの,あの言葉自体は、えー、覚えていただかなくていいんですけれどどういう事柄かということをちょっと説明します。これは、まあ、集団の多くの船員が自らはその集団の規範を受け入れていない個人的には受け入れていないにもかかわらず他の船員はほとんど自分以外の人はみんな大体その規範を受け入れているだろうというふうに信じているそういう状況です。 お互いが自分だけが少数派なんだというふうな思い込みをしているという状況ですね。で、そうやって思い込んで、まあ、推測した大多数の人の考え方に自分も同調しようというふうに、お互いが振る舞い合う結果として、個々のメンバーは自分自身の選考、好みに反して、他者が受け入れていると信じている規範に従った行動を採用する。 でそのことによって結果的にもしかすると実際はほとんどの人が望んでいないような規範が維持されてしまってそのことにまあ皆が気づくことができないそういう状態を指して、まあ、多元的無知もしくは集合的無知というふうに呼ぶわけです。で今日この後、この多元的無知に関して少しあの具体的な研究例を紹介しながらお話ししたいというふうに思います。 じゃあ、まず、最初の研究例、多元的無知の研究の、私たちの領域での先駆的な研究の一つをご紹介したいと思います。名誉の文化研究と言われていて、90年代にですね。研究成果がまとまった形で出版されて、それ以降、話題になっているものです。 名誉の文化っていうのはどういうものか、これはあの、えっと、日本の研究ではなくて、アメリカで行われた研究なんですが、えっと、研究者たちが扱った名誉の文化というのは、こういうものです。個人の名誉が侵害されることを嫌い、そうした恥ずかしめには暴力で応じてもやむなしというふうに考えるような暗黙の共有信念のことでありますと。でこれがアメリカの南部の地域の特に白人の男性の間に根強い、 ということととにに着目しててネスベットと公園という人が中心になって一連の研究を行いましたでこの共有信念、もうちょっと具体的にイメージしやすくするためにですね、ネ、まあ、スベットたち自身が、彼らの著書の冒頭の部分でエピソードを紹介しています。1930年代のルイジアナ州でのエピソードです。で、この頃ルイジアナである殺人事件が起きました。それは、知人からですね、繰り返し、まあ、まえっと、 あの恥ずかしめを受けていたというか、名誉を傷つけられるような言動を受けていた男性が、ついにあの我慢できなくなって、ショットガンを抜きまして、その相手を死なせてしまったという殺人事件です。殺人罪で裁かれることになったわけですけれど、この時十12人の陪審員のうち、11名が彼を有罪にすることに反対したそうです。その理由はここうういうことでした もしそこでそいつを打たなかったら彼は男じゃないという理由、これが、まあ、名誉の文化というものです。そのようなあの、えー、強い、まあ、信念が彼らの間にあ,のあるというふうなことを、えー、実際に確かめようとしたのがこの研究です。 でいろんなやり方を使ってその検証していまして、まあ、今のはあの、まあうん、と昔のエピソードで過ぎないわけですけれど、例えばまあこの当時のアメリカでの全国的なさまざまな調査データなどを眺めてみてですね、えっと、アメリカの南部とそれ以外の地域で、例えば殺人の発生率がどのくらい違っているか実際に見てみると、彼らのえっと調べによればですね、殺人の中でも特にいわゆるその口論を引き金にするような、 口論の末お互いの,その名誉プライドをかけた戦いの末に起きてしまうような殺人事件に限ってはアメリカの南部の白人が起こす事件の方がそれ以外の地域の白人が起こす事件よりも多いというようなしかし一方で強盗殺人のようなものにはそういう地域差はないというようなそんな結果が出たりもしました。 で他にも実験室的な検討を行ったり、まあ、いろんなやり方を使ってどうも名誉の文化らしきものが、えー、今も息づいているらしいというふうに、まあ、彼らは推論をするというようなことをしたわけです。でこの名誉の文化はどうして生まれたのかということについてですけれど、えーまあ、あの彼らの議論の中ではこういう指摘があります。でこの文化は、えー、もともとそのアメリカの南部に特有のものだというわけではなくてもっとあの以前の段階で 北ヨーロッパの周辺部であったり地中海の沿岸あたりにいる牧畜民の間でしばしば共有されている信念であったとして文化人類学では指摘のあったそういう概念ですであの牧畜民なぜかということに関してもいろんな議論がありますでその一つは牧畜民というのはあのまあ移動する人たちで農耕民のように一つの場所に定住してそれで地域の人々と協力をし合ってやっていくというよりは えー、より良い環境を求めて草のいいところ水のいいところに移住していく人たちなのでそのような意味で他者との葛藤をあの農耕民に比べると恐れないそういう気質があるというふうなことであったりそれからさらに牧畜というのは彼らにとっての,あの主な大事な財産が家畜であるということを意味していますので家畜という財産は土地という財産に比べて、えー、極めて盗まれやすいという特徴を持っています。 で略奪されてしまったときに、それに対する報復ができないような弱い人間だというふうに思われてしまうと、格好の略奪の対象になりかねないということで、家長の男性がですね、自分がもしも報復あの略奪を受ければ、それに対する報復を辞さないようなタフな人間であるということをまあ周囲にアピールする必要があった、まあ、そのようなあのこの制御の特有の,あの性質を反映して、 こういうい気質がが受け継がれてきたのではないいかというこ,とですで、まあ、こういう地域からの入植者がアメリカに入ってきて南部で再び牧畜を制御としたということがニスベットたちが研究対象にしたアメリカ南部での暴力性の起源ではないかというふうな推察がなされています。 というのが大体、名誉の文化ということに関する議論の前半なんですけれども、今日の授業でお話ししたいのは、実は大事なところは後半の方で、この後です。それはまあこういうことです。名誉の文化の起源が牧畜なのかどうか、それははっきりとはわからないですけれども、仮にそうであったとしても、今のアメリカの南部社会というのは決して牧畜社会ではない。 昔に比べてあのずっと制御の比率は変わってきていてしかも今現在牧畜を営んでいないような、えー、祖先はそうだったかもしれないんですけれど地域の人たちの間にもまだ、えー、そのような、えー、名誉のための暴力を是認するようなそういう文化が残っているのだとするとそれは一体どうやって説明つくんだろうかっていう話になるわけです。 でこのことを考える上でさらに、えー、研究者たちは議論を続けておりましてでそこで、まああのえー、考えられている一つの理解の仕方として、えー、均衡に関する議論があります。えー、具体的に言いますと、えー、彼らはですね他者が攻撃的な行動をとっている以上は自分がもし仮に、えー、個人的には暴力性を良いと思っていなかったとしてもしかし自分も同様に攻撃的であり続けなければ 社会の中でで、えー、強いいプレゼンスを発揮することができない、えー、他の人たちがみんなあの名誉のための攻撃に価値を置いているのであれば自分もそれに従わなければ臆病者と見なされてしまう、えー、そのような意味で他の人々の行動が変わらない限りにおいては今の行動をですね、えー、個人的に取り続けるということが誰にとっても、まあ、最もその社会の中で有利な結果になる、まあ、そういうふうな、えー 意味であの他者がとっている行動に対する、まあ、あの推測と自分自身がそれに合わせてとる行動との間に均衡状態が生じている、まあ、そういう考え方です。で、まあ、この均衡状態の背景に先ほどご紹介したような多元的無知が存在しているという可能性について、えー、彼らがまあ論じているわけです。で一つだけやはり彼らの研究グループがあのえっ、ー、と 出しているデータの、まあ、これもとても分かりやすいデータだと思いますのでえ紹介したいと思いますえ他者から侮辱された男性のストーリーに対する反応ということなんですが、えっと、他者との間での,あの、まあ、名誉の文化に関わるような短いエピソードを、まあえっと、参加者の人に読んでもらってそれでそれについてのいろんな印象を聞くというものですで読んでもらったエピソードには例えばこんなものがあります ある日その、主人公の男性がバーで、えー、とお酒を飲んで食事をしていたところ、通りすがりの別の男がですねいきなり、まあ、ビールを引っ掛けてきたあの、ビールがシャツにかかってしまったんだけれども、しかし、かけた方の男性は誤りもせずに、えー、平気で通り過ぎようとしたので、えーなあの、かけられてしまった男性は立ち上がり、その男を殴ったというようなストーリー。でこのようなストーリーリを読んだ上で 同じ状況でもし自分がそういう状況に遭遇したらあなた自身が暴力を振るう主人公と同じように暴力を振るった可能性がどのぐらいあると思いますかというような質問をしました。でそののののの結果がこここグラフのこの左側のととろですですえっと 色の違いは、その答えてくれている参加者の人が、南部出身か北部出身者かで比較していますが、まあ、一目瞭然なんですけれど、南部でも北部でも、ですね自分自身がその状況で暴力を振るう可能性についての差はなくて、それほど高くないですね、25%ということになっています。で、一方で、自分の周りにいる友人たちがこの状況になったときに、暴力を振るうと思いますか、ね、どののくらいい可能性でで振るいそうですか ととということを尋ねてみると北部も南部も自分よりは周りの方が古いそうだと言ったんですけれどその推測の度合いが 南部のの男性の方ががよりり大きくなっていいるととうこわかります、まあ、統計的にここに優位な差がありまして南部男性の方が自分はそうでもないんだけれども周りの人たちはみんなこの状況になったら暴力を振るうだろうというふうに思っている、まあ、実際にそのような経験をしてきているということの反映であるかもしれませんけれどそういうことが起きているわけです。 ので、まあ、その意味で、えー、自分がどう思ってるかということを平均した値が、えー、その人たちが周りがどう思ってそうかという推測の値よりも、えー、ここのところに大きな違いがあるということはこれが多元的無知の状況であるということを示しています、えー、先ほどのスライドもう一度出てきましたがつまり繰り返しますと、まあえー、他者が攻撃的な行動をとっている以上 自分も同様に攻撃的でありつなけ,れなければ臆病者と見なされてしまう。しかしそういう他者の攻撃性に関する、えー、推測はですね、もしかすると過剰な推測であるかもしれないということです、えー。集団の多くのメンバーが、自らは集団規範を必ずしも受け入れていない、暴力性が個人的にはいいと思っていないにもかかわらず、しかし自分以外の他の人たちが皆、暴力性を受け入れていると、まあ、信じている。 故にその中でうまく生きていくためにですね自分自身が好むことではないかもしれないけれどもしかしその行動が結果的には全体として維持されてしまうこれがまあ多元的無知という現象の例というふうに言うことができるわけです。 さて、まあ、ここまでのところで、ねまあえっと、同調という現象がその個人が一方的に受けるということを超えてです、ね、集団全体の中で同調が同調の連鎖を生んで社会的に維持されてしまうという仕組みについて説明しました。 でその時にしばしばですね、個々人が、えー、個人的にはそうだと、正しいと思っていなかったり、望ましいと思っていなかったりするような事柄であっても、その、えー、と他者がどう思っているかについての推測の連鎖を通じて、その仕組みが維持されてしまうというようなことが起こりえるで、これを多元的無知と呼びますという話をしたところです。 でここからさらにこの現象についてもう少し深く掘り下げてみたいと思います。えー、具体的にはどういうメカニズムでこの現象が起きるのか。他者の、えー、と考えをま推測して、それが間違っているという話をしましたけれども、私たちは実際のところを他者の何を気にかけて、そして何を見誤りやすいのかということについて、検討した実験をこのあとまたお話ししたいというふうに思います。でここでまあ2つの、あのえっ、ー、と、 要素を紹介しようと思いますその何についての見誤りかということに関して1つ目は他者の選考他者の好みを推測してしかしそれが間違っているというようなケースでもう1つは好みではなくて他者から受ける評判もしこの規範に従わなかったら空気を読まなかったら他者からどんな評判を受けるだろうかどんな評価を受けるだろうかということに関する推測の誤りこの2つについてそれぞれ 研究の例をちょっと見ていただきたいなというふうに思います。一つ目、他者の選考のご推測を扱った研究。これもあのとてもシンプルな研究です。これもアメリカの研究で、しかも九十年代の研究なので新しいものではないんですが、まああの多元的無知に関しての研究のやはり先駆的なものの一つです。 えー、彼らが使ったのは大学生の飲酒の規範に関する調査です。で、えーと、この当時、まあ今もそういうところあるのかもしれませんが、アメリカの大学の中で特に男子大学生で寮生活などを送っている人たちの飲酒の習慣が非常に激しいということがしばしば、まあ大学の中で問題になっていました。で、そのことに注目してこのプリンテスト・ミラーという研究者が。 アメリカの大学生に対して飲酒についてまああの簡単な調査を行ったわけです。で実際にえっ、ー、とまず聞いたことはどのぐらいお酒を飲んでいるかです。で彼らの研究の対象になったのはプリンストン大学というアメリカの中でもまあえっ、ー、と 一流大学の一つと言われている大学ですけれどこの大学の当時の大学生えっとここでお見せしているのは大学2年生の9月まあ9月入学しますので2年になったばっかりぐらいのところの学生さんたちに週どのぐらいお酒を飲んでいるかを聞いたわけですけど平均でやっぱり男子学生は6日近く飲んでますのでかなりやっぱり飲んでいるということが分かると思います。 で女子学生と比べてかなり男子の飲酒の習慣があるということが分かりますけれどじゃあということでこの男子学生に対してシンプルですが先ほどと同じような質問ですがあなたは実際飲酒をどのぐらい好きですかとお酒を飲むということについてどのぐらいまあ心地よく思っていますかという質問と。 それからあなたの周りにいる同じ大学の同じぐらいの友達たちですね平均的な男子の大学生はどのぐらいお酒を好きだと思っていると思いますかということを聞くとここのところに差がやっぱり出てきました。自分がお酒を好きだっていうのがまあほどほどだとしたらそれよりも周りの人たちはよりお酒が好きだしいと。 でお酒が好きでみんなお酒をよく飲んでいるので、まあ、自分も、えー、もちろん嫌いではないのかもしれませんがそれに付きあって自分はそれほどでもないけれどしかしお酒を飲むというふうにほとんどのまあ人がですねそう考えているらしいということが分かります。これがまあ他者の先行ですねご,ご推測というものです。他者がどのぐらい飲酒を好んでいるか実際に他者がしばしば飲酒をしているそういう行動を見てですね その背景には彼らが実際にお酒がかなり好きなんだろうという推測をするとで自分もまあ友達に合わせて印象するだけど、まあ、自分はそれほどでもないというふうな、えー、多元的無知が維持されている状況というわけです。で実際に、まあ、あのプレンティスたちはこの後ずっと追いかけて調査を続けていますと、えー、男子の学生たちがだんだんですねそのうち え、ここにあったあのいわゆる多元的無知が解消されて、後には本当にだいぶお酒が好きになっていくというようなところまで。追いかけて調査をしています。もう一つ、じゃ今度は他社からの評判のご推測に関する、え、データを見ていただこうと思います。こちらはですね、まあ、あの、私。 私たち自身のえっ、ー、とラボで、えー、行った実験研究に関するご紹介です。えー、大学院の去年まで大学院にいました、えー、岩田二洲馬と一緒に行った実験のご紹介をしたいと思います。で私たちはその多元的無知の制限メカニズムとして、先ほどお酒の例で見たような他者の好み、えー、専攻を見誤るということがそのえっ、ー、と規定員だという。 説明がこれまでの研究ではもっぱらであったんですけれどそれに加えて評判の見誤りということも非常に重要だろうというふうに考えて一連の研究を行ってきましたその中で今日一つご紹介するものはこういう実験です実験は5人一組で実施しますで参加者の人たちに1人ずつコンピューターブースに案内して座っていただきましてそこで順番に聞き水というものをやってもらいます。 聞き水というのは実際に2つのコップを用意しまして水の飲み比べをしてもらいます。でどっちがいい水品質がいい水だと思うかというふうなことをですね、まあ、味とかあ喉越しとかいろんな観点で評価してもらった後に最終的に自分はこちらの水がいいという水を一方を選んで選択してもらうというふうな課題をやります。でまあ、ただここにちょっっと仕掛けを作てておきまして この2つの水はあのどちらも危険な水ではないんですけれど、えー、と味に差があるように作っておきました2つともあのミネラルウォーターなんですが一方はえっと普通のミネラルウォーターでもう一方はガス入りのミネラルウォーターのガスミネラルウォーターノンガスとガスがあるんですけどもガス入りのミネラルウォーターのガスを抜いたものです気が抜けてるっていうものですねだからあんまりいい味がしない もので,で、まあ、そういったようなことでちょっとすぐ誰が飲んでも味に差があることがわかるようなそういうものを用意しましてで、えー、聞き水をやっていただきました。 でこの聞き水は、えー、とアッシュの,あの先ほど最初に紹介した実験と似たようなところがあって順番に1人ずつ、えー、答えを言ってもらうんですけれどもただし、まあ、あのコンピューターのブースの前にいますので他の人が飲んでいたり、えー、答えたりしている様子は見えませんけれどしかしコンピューターの画面上に、えー、他のメンバーの,あの出した答えが映、えー、って確認できるようになっています。でえー、参加者の人には実は実コンピューータ 初めからです、ね、プログラムしましてどの人も自分が4番目だというふうに、まあ、思うように作ってありますなので5人のうちの最初の3人が参加者の前に聞き、えー、水をしてでその結果を入力したものが画面上に映し出されてくるわけですがそうすると揃って皆さんおいしくない方の水を選んでいるのが見えますさてでその上で、えー、参加者の順番が来ました この時にこの参加者さんはどちらの水を選択するんでしょうかというのが一つ目のポイントで、ここまでのところはアッシュの専分の実験と同じ仕組みです。でこれにさらにもうちょっと続きのデータを取りました。それはこういうことです。でここで他者に同調して、美味しくない方の水を選ぶ人もいるかもしれない。同調しない人もいるかもしれない。 そうだとして、それぞれですね、その参加者さんたちは、一体どのような推測に基づいて、まあ、その行動を起こしたのかということを見極めるために、他者に対していくつかの質問に答えていただきました。それからもう一つ、さらに続きをやりました。参加者のあとに5番目の人が残っていまして、この5番目の人がまた選択を行います。で、この時に5番目の他者はですね、最初の3人とは違って、 美味しいし方の水を選びますつまりまあ空気を読まない行動をとる人物としてコンピューター上で作られているわけです。でこの5番目の他者に対して参加者が一体どういう評価をするのかというのも一緒に検討することにしました。 実験の流れをもう一度振り返っておくと、参加者の人は、自分が答えを出す前にですね、まずは1人目の参加者がおいしくない水を選ぶ、ここで L と書きましたが、ロークオリティの略で、おいしくない品質が悪そうな水という意味です。で、ロークオリティが1人目が選ぶ。で、2人目も選んだ。3人目も選んだ。さて、じゃあ4人目の人はどうしますかこれを見ましょうということと、それからその後に5番目の人が今度はハイクオリティ。 違うもうちょっと逆のおい、ね、しい方の水を選んだというところまで実際このような実験をやってみましたところ49名の参加者の実験だったんですが、えーまあ、きれいに半分に分かれまして同調する人たちとしない人たちのグループができました24名が L の水を選び25名が H の水を選んだというわけです。 でこの、えー、と24名と25名の人たちの,、えーとまああの,その判断の基準に合ったものがどういうものだったというふうに考えられるかというのを、まあ、今からちょっといくつかのデータで見ていきたいというふうに思います。えー、グラフちょっと複雑かもしれないのですがなるべく分かりやすいようにご説明したいと思いますのでちょっと注意深くあのご覧になってください。 えとまずこの縦軸ですねは今見ていただいている結果は、えー、他者自分以外の人がそのロークオリティの方の水をどのぐらい好んでいると思うかというその他者の選考についての推測をしてもらったデータです。であの対象になっている他者というのは1番目2番目3番目自分たちの前にそれぞれロークオリティの水を選んだ他者です。 でこの人たちのことをどのぐらいですね、まあ、選んだという結果は見えてるんですけども好みについてまではわからないので推測することになるんですがその推測をした結果がグラフになっていてグラフのまず左半分の方は24人の参加者ご本人もこれに同調して水 L を選んだ人たちの答えを平均したものです。で反対側は同調しなかったたのの方をを、選んだ人たちの答えを 集計したものですでじゃあ左の方だけ見ていただきますと、まあ、あの一目瞭然なんですけれどもグラフの形がですね1人目に対する値と2人目3人目のところとで差がついているのが分かると思います。で実際に統計的にここのところに優位な差がありましてでその差の中身はといいますと同調した参加者の人たちは最初にこの水エレを選んだ他者はおそらくまあ好きで気に入って選んだのだろう けれどもしかし2番目3番目の他者は必ずしも最初の人と、まあ、相対的な話ですけどほどその水を好んでいなかったかもしれないしかし、えー、あのおそらくは、まあ、最初の人が選んだので、まあ、それに引きずられてということなのか、えー、おそらく、えー、あのそれほど好きではないかもしれないがしかし結果的には L を選んでいるんだというふうにここに他者の選考についてあのみあの予測に差があるということが分かります。 一方で同調しなかった方の人たちはそのようなことはどうも考えていなくてここはちょっとグラフの形としては違いが見えますが統計的には差がないのですけれどつまりどの参加者もそれぞれ自分の選考の度合いに差はないというふうに考えているらしい。つまりは他者が自らの選考プリファレンスに反した行動を選択していると推測した場合にこそ そのよんな風に好きでないものを選んだからにはその背後には何かしら規範があってそうしておかないとまずいそうしておいた方が良さそうだというような意味で従うべき規範というものの存在を察知して自らもその規範に従おうとしたという、まあ、そういう心理プロセスがま示唆されるような結果だろうというふうに考えることができます。 つまりある意味でその先行のところには間違った推測がなかったのようなのですけれどしかし追随行動同調行動は起きたということじゃあもう一つのグラフを見ていただこうと思いますこちらのグラフも非常に似たグラフなんですが、えー、扱っているデータが違いますのでもう一回改めて説明を聞いていただきたいと思います。今度はですね 他社が実際、どのぐらいその水を干渉する能力があると思っているか、ということについての評価です。で、評価対象は、一番目の他社と二番目の他社。そして、今度は、ここのグラフでは、ですね。五番目の他社。高いクオリティの方の水を選んだ。同調しなかった他社の三人についての推測を載せています。で、このグラフに関しては、えっと、参加者自身が全員ですね。 水 L を選んだ人同調した人のみについての結果なんですけれども、えー、とこちら側右側の方はこの人本人がこの3人の他者についてそれぞれどのぐらいの,その能力があるというふうに評価するかという自分自身の他者に対する評価を入力した結果の集計平均値です。でこちら側だけ見てみますとここに統計的に有意な差はありません。 えー、つまり本人はですね、まあ、あの L を選んだ参加者であってもまた H を選んだ参加者であっても水の干渉能力について特段あの差をつけるようなことはしないわけなんですけれどしかし、えー、じゃあ左側のグラフは何を表しているかというとこの人が3番目の他者は同じ質問をされた時にどんな答えをすると思いますかというふうに聞かれて推測しているデータです。 3番目の他者、実際この1番目2番目3番目の他者は全員が L を選ぶわけですけれどその3番目の他者が他の人たちの能力についてどんな推測をすると思いますかというふうに聞きますとおそらく3番目の他者は最後に同調しなかったこの5番目の人の能力をこの2人に比べて低く評価するだろうというふうに答えていることがわかります。 水、L、自分自身も、えー、と多数派に同調しておい、えー、しくない方の水を選んだ参加者の人たちは自分がとしてはですね規範に従わなくて、えー、水 H を選んだ5番目の参加者に対して低い評価をするということはしないけれどもしかし他の参加者がこの逸脱した人のことを低く評価するだろうというふうに推測していることがわかります。 これがまあここでいうところの他者から受ける評判規範を守らなかった時に受ける評価についての推測が、えー、に、えー、不正確な部分があるということを意味しているというわけです。 以上、まあ、ちょっと書き、えー、足でしたけれども、2つの研究をご紹介しながら、多元的無知の背後に、他者の、えー、何についての見誤りが起きているかというとき、他者の好み、選行を見誤っているという状況もあるのと、もう一つ、他者から受ける、まあ、評判、評価についての見誤りという可能性があるということ、まあ、2つについてお話をしてきました。でまあ、いずれにしても、このようなご推測が集合的に連鎖することによって、 本当は誰もも望んででいいいいいない空気とととうううううのがが作り出されてしまうそういう可能性があるということです、まあ、例えば、えー、付き合い残業のような例で考えてみても、えーまあ、自分は付き合い残業したくないあの仕事があってやるのは当然だけれどもしかし付き合いだけの残業は良くないと思っているけれど職場の人がみんな残業しているで職場の人の残業行動を見てですね、えー、なぜそういうことをしているんだろうと思う時にみんな残業好きなんだな、えー、だからやってんだろう でじゃあ自分もそれに従うかというのが上の方だとするとみんなも残業好きじゃないんだろうけどしかしここでちょっと帰ってしまったらやっぱり悪い評価を受けてしまうということが恐ろしくてそれで、えー、と残業とおき合いをしてしまうというようなこと、まあ、この2つのメカニズムの両方があり得るだろうということです。で、まあ、こういう結果をまあ踏まえつつ、まあ、最後のところで、えー、お話をまあめてます。 進めていいいきたいと思いますで今までのお話から、まあ、言えそうなこと、まあ、大事なポイントとしてここにま,まとめを作ってみました一つ目です、まあ、繰り返しになりますが個人はしばしば他者の考えを、まあ、直接知ることができないままに目に見えている他者の行動から間接的に他者の考えを推測をしてそれに合わせて行動してしまうというふうなことしかし、まあ、こうして推測された多数派とか もしくは平均的な他者の考えというものはもちろん正しく推測できていればいいのですけれども間違っているというふうなことも起こります。で私たち今日ご紹介したような実験で扱ったような事例はそこに間違いが起きている状況の例でした。そ、まあ、それが一一一一つつ目ののののポイントですですもううははよな中人人人個 自分は他者に影響されて同調しているだけだ、まあ、そういう受動的な存在だというふうに思っているかもしれないしかしそういう自分の,あの行動が今度は別の他者に観察をされてでその他者の行動に影響を与えまた新たな同調行動を生んでしまうというそういう可能性があるということで同調というのはこのような自己と他者のまあインタラクティブなプロセスを通じて、えー 社会現象として広がっていくということが考えられるわけです。で、まあこれがあの望ましい形でのあの空気として醸成されればいいんだけれども、そうでないような場合、本当はみんなが守りたくない、そうではなく変えたいと思っているが、しかしできないというような時に、それは一体どのようにしてまあ打ち破ることが可能なのかっていうことを最後に考えてみたいと思います。でも再びあのアンデルセンのお話を振り返ってみますと。 実はアンデルセンのお話は先ほどあえてしませんでしたが最後にオチがあります。でそれは、えー、街中でですねたった一人の子どもが、まあたぶんまあ、空気を読めない純粋な子供がですね「あ王様裸だ」っていうふうに大声を上げる。でそのことでい一気にこの空気が変わって「なんだみんな,みんな本田はそう思ってたの?」みたいなことが分かって王様が、えー、裸だということが 一気に知れ渡り空気が変わるという、まあ、そういうお話として終わっているわけですでそのような意味でたった一人の子どもが全体を変えるというふうなことが多元的無知の解消の場合起こり得ますお互いに相手の、まあ、行動は見えているがその背後にある相手の、まあ、考えについては推測をしているわけなのでその推測が誤っているということが たった一人がそれを無邪気に表に出すことによって一気に全体を動かすということもあるわけです。しかし同時にいやそううまくいけばいいけど実際職場の空気がそう簡単には変わらない自分自身がいくら頑張ろうと思ったってそれは無理だっていうふうなこともよくあると思います。たった一人では難しいそういうケースも実際にはあるはずです。でこのような場合について じゃあ諦めるしかないのかということなんですけれど、えー、最後にもう一つだけこれに関連する議論を簡単にご紹介してこの問題についてあの、えー、暫定的な答えを出したいと思いますそこで参考にするのは70年代にグラノベッターという人が話していた集合行動の域地モデルというものですまずはそのモデルの中身だけ読んでみます 各個人はある選択肢を採用するかどうかについて特有の遺値を持っていて全体の採用率がこの遺値以上になると自分もその選択肢を採用するでこの遺値は集合集団全体ではある確率分布を持っているでこの遺値は時間的にはまあ一定である、まあ、このようなモデル的な仮定のもとで、えー、実際にこの話を、えー、これだけ読んだらよくわからないので理解するために具体例に移し込んでみたいと思います。 ここで例に出すのはいじめがあるクラスの事例です。でいじめてる人がいていじめられてる人がいるとします。でそれ以外に三十人の人たちがそれをまあ見ている立場にあるとします。でこの時このクラスの空気はですねいじめなんかやめなよという方にみんなが声を上げられるのかそれとも傍観して黙ってアクションできない状態の空気が続いてしまうのかによって大きく変わってくるわけですけれど。 このとと先ほどののモデルを使うとです、ね、こういうこここいが言えますこのグラフはそれぞれの人が持っている遺棄地具体的には自分以外に他に何人の友達がいじめ反対の声を上げるなら自分も一緒にやってもいいと考えるかということこれは個々人で違っていてでそのそれぞれの遺棄地を持っている個人の数が縦軸に表現されています。 一番ここに1人いるんですけど0で 1, 1というのは誰も他に声を上げる人がいなくても僕は声を上げるという非常に勇気がある正義感の強い人が1人いるということを示しています。で5のところに1つ上がってきます。これは他に自分以外に5人の人がいじめを止めるというならば自分は6人目になってもいいという人が1人いることを表しています。 そのような形で個人の行き地の違いが全体で表現されているのがこのグラフです。じゃあ、えー、ここでたまたまスタートポイントとして最初にこのクラスでですね何かの、えー、と弾、えー、みで15人の人がいじめ反対のアクションを起こしているとします。と15人いるならば私もやってもいいと言っている人が17人いますので15人いればですね17人にまで増えてきます。 そうすると17人いるならば私もやりますという人は21人いますので21人になります。21人になればやりますという人が24人いますというふうな形で15をきっかけにですねそれならば私もと言って同調する人たちが増えて最終的にクラスの大半がいじめを止める方へ向かってくれます。じゃあ逆にじゃあ15人じゃなくて出だしが13人だったらどうでしょうか 13人あまり15人と差がないように思いますけど13人いるならば私はやってもいいという人はですね実は12人しかいないんですねなので1人がやめちゃいますと12人ならやるという人は10人しかいないのでじゃあまたそこで2人減ってしまいますで、えー、っと10人ならやるという人は6人しかいません6人ならやるという人は2人しかいませんというような形で13人からスタートするとコネモデルで言えば いじめを止める動きがシュルシュルシュルというふうに収束シュリンクしてしまうことがわかります。とこの,、まあ、あのモデルのケースの場合であれば結局のところ14人を超えるのか超えないのかで全体の子どもたちの数とか分布に全く差がなくてもです、ね、クラスの空気がどっちの方向に向かっていくかが全くあの異なった気結にをたどるということがわかります。 でこれはもちろんモデル化された、えー、簡単なあのお話を分かりやすくするための例ですけれどこのような意味で、えー、私たちはまあこういうことを言うことができるだろうと思います。でたった一人の子どもが声を上げるだけでも空気が変えられることもあるけれどしかしそれが難しい場合もですね集団のレベルで息地を超えるような動きが一時的にでも現れるならば 流れがが大きく変わるるとということがあるで逆に言えば、えー、ここの人々が、えー、誰が同調しやすいとか誰はしにくいとかそういうその個人の特性の違いを超えて集団としての,、まあ、あの現象がどのような方向に向かっていくかというのはかなりですねこの行き地に関わっているというふうに考えることができます。 え最後です、一番最初に、えー、あの見ていただいた朝日新聞の社説の、まあ、タイトル、KY と言われてもいいとなっていたのを気づいた方いらっしゃると思いますが、この社説の最後に引用されている谷川俊太郎さんの詩の一節を皆さんにもシェアして発表を得たいと思います。出来上がったどんな権威ににも縛られず流れれずず流動く多数の意見に惑わされず とらわれぬ子どもの魂で今あるものを組み返し作りり返るそれこそが大人の始まり永遠に終わらない大人への出発点とらわれぬ子どもの魂という言葉で表現されているものが今日お話ししたようなこととどこかしらリンクするのではないかなというふうに思った次第ですじゃあこれで私のお話は終わりますありがとうございました